い、こんにちは、庄島よし、濱家です。やってきました。ついにね、サーラ漁解禁ということで、僕のチャンネルでは多分4回目になりますね。で、今年もサーラの製品リニューアルしてお届けしますので、ぜひよろしければご覧ください。というわけでやっていきたいと思います。でもね、昨日実は撮ってたんですよ、動画。ただハードディスクがね、死んでしまってデータなくなったので、まずはあるだけのデータをご覧ください。はい、一眼のデータがなくなってしまったのは大変残念でございますが、残ったデータ、携帯に残ったデータ、GoPro に残ったデータを見ていきましょう。まずはこちら、毎年もう僕ね、十何回ぐらいなんですけれども、コンピラさん、海の神様で、そこに登っておみきとお土産買いました。で、こちらめっちゃ可愛いマダラちゃんですね。それでは急に GoPro の映像になって沖に向かっていきたいと思います。この日はですね、松岡さんと漁に来ておりました。松岡さんですね、ただ一眼が消えたので松岡さんもあまり映りません。で、怒りをやって、だいたい着いたのが2時なんで、怒りをやって、それからあげる時間、あ、やる時間が来たんで、怒り上げてやりたいと思います。もうテンポが早すぎる、データが消えて、まあ、とりあえず2時から 5時半、6時まで待ったって感じですね。じゃあそれでは網を入れていきたいと思います。流し刺し網漁ですね。皆さん1年ぶり、お久しぶりでございます。おっと、ここはどこの展開だ。もう網がやり終わったのか。違いますね、今から網を入れるところです。回転灯をつけて網をやってますよというところを皆様に教えます。皆様というか、まあ、貨物船とか他の船です、その他の船ですね。じゃあこのどんぶりをつけて、等間隔でつけていって、海の上で流す、だからこその流し刺し網漁でございます。ちなみにこちらの網、海の網の長さが30メートル、違いました、網の長さが 1.5キロ、網の高さが30メートルですね。というわけで無事に網がやり終わりました。はい、1年ぶりやのに、もうこの大風中やるのやっぱ緊張するし、ちょっと間違えたらやっぱ事故のもとなんで危ないですが、ご飯にしていきたいと思います。はい、で、今日のご飯はですね、こちら視聴者さんにいただいたので、ちょっと開けてみましょう。はい、それじゃあオープン。おお、すげえ、俺の顔だ。似てる。視聴者さんが西国水産さんに頼んで作ってもらいました。で、祝50万人達成というわけで、50万人のお祝いですね。ありがとうございます。じゃあ松岡さん、50万人、はい、皆様のおかげですし、松岡さんのおかげでもありますし、です一緒に待っていきましょう。はい、せーの。硬いな。硬いですね。お、まあ、周りをこうですね。僕の顔がバラバラです。で、こちら開けていくと、はい、こんな感じで鯛の生姜焼きが出てきました。はい、じゃあちょっといただいてみましょう。まあ、ちょっと冷えてるから結構硬くなってますけど、じゃあいただきます。いただきます。うん、美味しい美味しい。冷めとるからちょっとパサつきはあるけど、めっちゃ味がいい。塩で甘みがすごい出てくるな。確かに甘い。あ、美味しいです。はい、じゃあご飯食べ終わりました。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。で、今6時40分頃なんですけど、はい、なんか8時ぐらいまで置いておいて、そこから食りたいと思います。はい、果たして魚はかかっているのか。楽しみですね。楽しみですね。楽しみ。待ちましょう。はいはい、じゃあいきなり網来るシーンがやってきました。で、松岡さんとご飯食べる前に、まあなんかいろいろ言いかけてたんですけど、もうそれは忘れちゃいましたね。で、いきなりサーラが来て、サーラを閉めて、そして水の中で流水一抜き、これでしっかりと血が抜けます。美味しいサーラの出来上がり、まあまだ出来上がってないんですけどね。で、こちら赤クラゲ、赤ちょうちんクラゲとか、まあいろいろ言い方あるんですけど、あれが目に入るとまあ痛い、もうリアルにうなります。大の大人がうなって涙がボロボロ出るぐらい。そしてこちらがホウボウですね。めちゃくちゃパンパンに超えてる。ほんで、大事件です。油圧ホースが下げました。いや、もうテンポが早すぎてちょっと説明が追いつかないんですけど、見てください、油圧ホースからオイルがめちゃくちゃ漏れてます。なんとですね、油圧ホース、ネットを回している油圧ホースが裂けてですね、そこからもうオイルが出ちゃって、でもう、ね、網が巻けなくなりました。というわけで、ほどいてですね、船にくくって親父に迎えに来てもらいたいと思います。大事件です。いや、本当に最悪ですね。食い寄ったらパーンって音がして、デカめのペットボトルが落ちたんかなと思ったら、ホースがね、大穴開いてて、帰りたい、帰りたいです。もうね、僕の船ではくれないので、親父が食って帰ってくれるということで、サーラも少ないので食って帰ってもらいたいと思います。赤身つけて、これ離します。こういう時に家族がいると本当助かりますね。じゃあ親父にお願いして帰ります。ありがとう。
はい、というわけで帰ってきました。あの後親父に食ってもらってですね、残りの網サーラ1匹だけでした。で、まあ油圧放送もそんな避けるもんじゃないんですけど、やっぱ流せ僕の漁をですね、たまにそういうのがあって、まあ他の人に食ってもらうとかもほんまごく稀にあるんですけど、そういう時にね、やっぱ父とか兄とか仲間がいたらすごく助かります。本当にありがたいです。まあ逆に僕も助けに行くことも今後あるだろうし、持ちつ持たれずで、でも今回本当に大感謝してありがとうございます。で、結局6匹ぐらいしかいなくてですね、明日もあのホースも直さないといけないし、網も親父に食ってもらってるのを僕の船に乗せ替えて、まあそれも直さないといけなくて、いろいろね明日することがあって、本当は明日市場も行って加工センターの方もね行って僕の商品の取材もしたかったんですけど、それもちょっとできなくて、それはちょっと明後日にやろうと思います。どうしようもない、点検してもわからないからね、急に避けるから。まあ、とりあえず今日は寝たいと思います。おやすみなさい。はい、おはようございます。昨日あれからですね、外付けハードディスクにデータ移したら外付けハードディスクが壊れまして、これデータ復旧できなかったらやばいっすね。もう油圧ホースは避けるわ、ハードディスクは壊れるわ、でもどないなっとんねん、サーラは少ないわって、もう最悪ですよ。役度しかわからんけど、なったもんはしょうがない。とりあえず船の修理をしてもらって網を巻いていかないといけないので頑張ります。風ここなんかついとんやん、白いんが、ほら見てみ、ゴミやろ。うん、もういいんじゃない。はい、というわけで結局一眼のデータ消えてしまいました。いろいろ撮ってたんですけれどもね、油圧のホースが裂けて大変だって、それは直したんですけれども、今日はあいにくの雨で撮影できないので、明日撮影して次の日予定通りね、木村さんと、まあ、一番の取材もできたらいいなと思います。で、この後石橋さんとかが来てちょっと取材をするので、それをして今日は沖に行きます。まあその今日は沖行く動画ないんですけれども、まあ、そんな感じです。はい、というわけで発見職人さんバージョンサーラの森の完成です。それじゃあ宴を始めようか。はい、それではいただきます。はい、じゃあこちらのサーラの森ですね、いつものようにもうネギを食うもんですから、ネギをいっぱいのせていただきます。もうね、サワラの油、それからネギのシャキシャキ感、ニンニクの香り、飽きたとこにミョウガのアクセントが来て、これがまたね鼻を抜けていい香り、めちゃくちゃ美味しいです。いや、マジうまい。こんな感じですかね。はい、じゃあまず小船に氷積みたいと思います。で、こちらが死んでしまったハードディスクですね、外付け。一眼のデータだけ写してから死んでしまいましたからね。よし、もう出航時間迫ってるんで急いで行きましょう。はい、じゃあシャッター開けて、この30キロの氷を積みます。で、初日はね4つ積んだんですけど、結局全然魚いなかったんで、今日は1個だけ、よいしょよいしょ。はい、で氷を腰気をつけながら入れて、ほんで蓋をします。で、重りを置いて急いで出航しましょう。で、じゃあエンジンかけて、船の表のロープを外していきます。まず左側を外して、で横も外す。で、次にはしごを入れて、はしごが風で飛ばないようにワサでくくってライジャケで、右側も外して、よし、いきます。で、いよいよ出航ですね。後ろも外して下がって出航していきます。で、船に乗り込んだら次は魚群探知機と GPS が一緒になったものとレーダーをつけて準備して走っていきたいと思います。これはあのコンピラで買った お守りですね。じゃあ海を目指、ポイント目指していきましょう。これは親父の船です、並走してます。で、他の船との距離を見たりしますね。
はい、じゃあ大体1時間ぐらい走ったんで、ここに怒りを打ちたいと思います。で、このブレーキ戻して、怒り入れます。よいしょ。書いたか調べます。で、だいたい深さが 30m だったら 90m 出せば抜群です。ここ 40m やから 100m ぐらいで怒りがかかない。潮が逆だと書きにくいんですよね。お、書きましたね。引いた時にグッてなったら書いた証拠。で、もう網やる準備とかは昨日か、網直した時にもうやってるんで、今2時なんですけど、今から6時前まで待ちます。大方4時間ですね。暇な時間、この時間が結構疲れるんですよね。まあ暇しときます。で、こちら国民宿舎の木下さんとお子さんが描いてくれた、まあ可愛い絵とかのおみきですね。これ巻きます。で、おみき巻いて、まあ大漁とか海上安全を願うわけです。普通に海とか、まあ船も清めて、これで大量ですね。暇です。暇だからって飲まないよ。何してんの？ネットフリでクレヨンしんちゃんの映画見よる。やっぱ昔のクレヨンしんちゃんの方が絶対おもろいよな。チンコも出るし、ブリブリするし、げんこつもあるし、時代だよね。はい、じゃあぼちぼちやる時間になってきました。はい、で、僕の船の周りにもあそこに1杯で、こっちの紙に1杯で、さっきは下でした、こっちの紙にも1杯で、だいたいこんな感じで、横は 0.7 マイルぐらい、縦はですね1マイルぐらい開けて漁に着きます。じゃないと網と網が被っちゃうからね。で、イワシがすごいですね。これは期待できます。森尾丸、どうぞ。もうさぬき回転と回し出したで。はい、船がなんか、はい、エビス丸やるで。はい、はい、じゃあ、やりだしたんでやっていきましょう。決め顔で掘り込んだ。ここ立てときます。オッケー。で、かっちゃん入れます。はい、じゃあ無事網がやり終わりました。で、今6時半なんですけど、7時半ぐらいまで待ってくりたいと思います。今年このセリフ2回目ですね。データ掲示やるで、ご飯にしよう。やっぱ外で食う飯がうまいんですよね、夕日見ながら。で、僕の今日のお弁当が、ささやかな抵抗万難ライフと、嫁さんが作ってくれた煮しめと野菜炒めですね。はい、じゃあいただきます。うまっ。うん、歌くん、ご飯何？カレー。自分で作った？私が作りました。時間なくて卵って両面焼きにする。あ、なるほど。そう、やばいやばいやばい、時間ないっつって美味しそう。こういうのでいいんだよね。やっぱな、冷えとるカレーっちゅうはうまいからな。わかる。はい、じゃあ7時半になったんで、エンジンかけて網くりっていきたいと思います。はい、じゃあ電気つけて、よし、来るぞ。よいしょ、よいしょ。はい、じゃあ、勇敢通して
で氷も割っときます。でホース類突っ込んで、で流水血抜き用のホース入れてもう一本。じゃあ冷蔵庫の中水入れて、これでサーラがいつ来ても大丈夫で、今日はねもうカメラもあるし網は洗わずやっていきます。網洗った方が本当はいいんですけどね、サーラのかかりがやっぱ綺麗な網の方がかかりがいいと思う。じゃあ赤火外して、赤火をかけて、じゃあ網巻いていきます。いや松岡さんとね初日に行った時は油圧ホース破れたりデータ壊れたり踏んだり蹴ったりだったんですけど、今日はうまくいくといいですね。もうあの日なんか胸騒ぎしててドキドキしてたんですよ、多分そうやと思う。はい、じゃあそれで重りにしてた鉛が上がってきました。よいしょよいしょ、はい、じゃあ上げていきます。はい、網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。多分ね餌がずっと映ってたんで、今日はスズキとかもおると思う。でサーラもここら昨日ね十何本取れたらええとこだったんで10本ぐらいかな。なるべく早めのサーラの方がいいので、それで製品作りたいんですけど、なるべくね早く取りたいなと思います。でこの受けくぐってるロープを毎回もう全部ねやった分だけ上げていかないといけません。魚が来なくても仕事はあります。一匹目来ました、サーラすげえ、あちょっとちっこいね。あ2本目、おーおー、なんだこれは、2連ちゃん、うひょー、よしこっちから外していこう。サーラの外し方はここのエラのとこに入ってるんで大概ですね。で押さえてあげて、このまま裏手のエラも抜いて、歯がねすごい破れるんで、お生きてる生きてる、気をつけて取っていく。1匹目ゲットだぜ。ちょっと先ね置いておいて2匹目外していきます。2匹目はでかいな、これも生きてるわ。もうちょっとゆっくり巻きます。生きてるのがかかってるってことはね、かかりたてってこと。はい、じゃあサーラ締めていきます。このエラの首を断ち切って、でこちらの尻尾ですね、尻尾のとこ切ってあげて、でこんな感じ。そしてこの流水の中で血を抜いていきます。流水の中で抜くと血が固まらなくてしっかりと血が抜けていいですね。でもう一匹はスピード見せます。で2匹目も同じように締めて、で水の中で流水血抜き、めっちゃ血が出る。幸先めちゃくちゃいい。大概2匹来てた時はねもう一匹来るんですよ、すぐに。ほら5、4、3、2、1、うわおーサーラも逃げてきますね。いや早い段階でやっぱ顔見れたらね、後が来る可能性が高い。いやサーラ来るかな。いや3本目早く来い。ふきょ3本目だ、おー3本目いいサワラが来ました。すごいですね、カメラを構えてる時に来るなんて珍しい。うわーええサワラでこれで、ほらまだね死にたてだから色綺麗でしょ。これ生きてたらもっと色綺麗ですよ。オッケーオッケー、うわでかいわ。今年のサワラはね去年のサワラが成長してでかいんですよ。まあでも今1匹来たから、もしかしたらカメラ繋いでたらまた来るかもしれない。でサーラってね一時期いなくなったんですよ。それなんでかっていうと、昔ね規制が、今規制、網目の規制があって大きいサーラしか取れないんですけど、昔ってやっぱ規制が緩かったから網の目がすごいこんまいんで、小さいサーラもねめちゃくちゃ取ってたんですよ。それで一回絶滅して、このままじゃいかんということで網目の規制もして、県で放流もしてね、サーラの会か会か組合かで、それでようやくね最近サーラが増えてきました。まあ昔はそういう時代だったんでしょうけどね、これからは僕たちがこれからのためにいいあれにしていけたらなと思います。まあちょっとカッコつけていいこと言って尺伸ばしたんですけど、サーラは一向に来ません。ラビソーバー悲しいけれど終わりにしよう、キリがないから。4匹目。でサーラが来たらね、やっぱこういうタツで、傷むことがあるんで、タツにねかからないように注意だけ、すぐ反応しとかないかんから、常に見よかないかん。よし順調順調、これやったら20、30ぐらいは多分取れると思う。で小学校の時はようこんなして覗いてましたね。お来た、あ羽や、スズキや、スズキで、スズキも同じように抜いてあげよう。
やっぱ餌が多いからよう超えとるわ。これちょっと切ろうか。で、魚が痛みそうな場合はもう網を弾いてやって抜いてあげる。はい、こちらいいスズキですね。パンパンです。で、ちょっとせっかくなんで生かしましょう。じゃあイケメンの蓋開けて、よいしょ。ちょっと箱がいっぱい入っとる。よいしょ。めっちゃ深いでしょこれ。言うだったら太刀魚ができるよ。でちょっと分かりにくいと思うんですけど、このイケマの線をね抜いてあげます。で先に全部抜くんじゃなくて、こうやってちょっと緩めとって、でそこから一気に抜いてあげる。ほら水が入ってきた。浸水ゲーム、浸水ゲーム。やべえやべえ、浜ゆい水没の危機。でお魚を生かしておきます。よいしょ。元気ですね。でサワラの血抜きがしっかりできたら冷蔵庫の中で冷やします。よし、順調順調。まあ予想通り羽がいましたね。僕ぐらいになってくるともう羽がいるかどうか、サワラがなびいてくれるかなんて全然わかりますよ。嘘です。はい、で2匹目の羽。うわー、ようえー、羽は大きい。逃がしていきます。まあでもやっぱ目標はサワラですね。お、なんか来た。お、サワラ。よいしょよいしょよいしょ。お、また来た。おお、やれ。いや、去年の動画の150とまではいかないけど、結構見応えのある量になるんじゃないでしょうか。よいしょ。でこれ網の高さが30メートルあるからね、真ん中ぐらいでかかっとったらこれがまあ大変で、サーラーもさっきのスズキと同様に網の目がね痛みそうな時は目を弾いて、これで OK です。おまけに今日はナギやし、最高だ。で受けの紐がねプロペラにかかって、もう切るしかない。うわー、切れた。でこうやって切れたらですね、やっぱ短くなるので、この新しくね受けの紐、これも大体15メートル、これをここにねつけて、で殺して、殺しの二重ですね。で綺麗に輪っか作るよりこっちの方が早いから。よし。でこの切れたやつはもどきます。こうやって輪っかにしながら抜いてあげて、でくくって、でここにかけておいて、切れたやつが集まったらそれをまた綺麗にねくくるんじゃなくて、通して通して引っかからないようにして、次にまた再利用です。おお、小さい小さいけどサーラゲッチ。いや、あれからね結構サーラが来だしてラッシュですよ。もう箱すでに生かすとこいっぱいになりました。いや、血抜きするとこか。血抜きができたらどんどんサーラを入れていきます。あ、ほんで見てください、ほらこれですね、カタクチイワシかな。あ、僕ちょっとイワシあんま種類わからんねえけど、こんな感じでイワシがやっぱいたんでかかってますね。でそれを追われてこちらのサーラがね入ってきたということでしょうか。いや嬉しい嬉しい嬉しいよ商店。おお、ほうぼうや、パンパンやな今のほうぼう。ごっつめっちゃ超えとるわ。超えとんか空気かわからんけど、ほうぼうと海の中でさまようからほうぼうです。羽が相変わらず綺麗な。じゃあ行かしてきます。なんとタケノコです。でタケノコは海に放流します。大きくなって帰ってこいよ。なんか来た、サワラ2匹。でっかい、なんか魚が浮いてる。なんだこれ。よいしょ。腐ったハマチでした。うい、ああ、ホウボウがアバの方に、ホウボウがサワラ連れてきた。あ、また来た。今日はどうしたんだ、大量じゃねえか。でサワラ漁っていろいろ危険伴うんですけど、もう一個ね危険なやつがあります。これなんですよ、赤ちょうちんクラゲなんですね。こいつがねめっちゃ汁が痛い。さっき足上げた時に太田君のデコに飛んで痛ってなるぐらい。でそれが目の時がねほんまに痛い。どうなるかっていうと、うわっうわっうわっっていうぐらい痛いんですよマジで。ほんで目から涙がもうボロボロ出てくる。今度ね目入った時に動画撮って見せてあげましょう。いや、だいたい半分食って35ぐらいいましたね。50は今日取れると思う。あと今年はでかいな、やっぱり。で、これ気ぃつけるとね、ネットローラー巻かれたら絶対死ぬんで、何人もあれで亡くなってる方います。もう油圧の力って絶対人間じゃ止められんから。
で毎年言ってるんですけど、僕のサーラの製品は僕だけのサーラだけじゃなくて、いいサーラを市場で寄ってもらったりとか、親父のとかを買い取って、で瀬戸内海のサーラとして出してます。まあそうすることで結局ね、サーラが消費が増えたら相場も上がるんで、それに一役買えればいいなと思います。いい人ぶってます。毎回言われちゃうんでちゃんと言っとかないとね。で残り3分の1となりました。こちらの青い網はですね、今年入れた新品の網です。で大体一端が10万ぐらいするので、全部で50万というか5端で50万、で網は全部で大体150万ぐらいからなります。前はもうちょっと安かったんだけど今高いからね。いやこれ一つの冷蔵庫いっぱいになりましたね。これで多分40ぐらいかな。よし。で血抜きしとって網くり終わってから残りは冷蔵庫入れましょう。よいしょ。もうあとちょっとやからね。おお、ほんで新顔が網もう終わりかけてきた。まあ痩せてるけどハマチですね。ハマチ。ハウマチ。はい、で鯛も来ましたね。今春の鯛だから桜鯛ってやつですね。桜鯛。まあ冬のが美味しいですけどね。おお、5匹。ごっついわ。おお、まあ6匹。すげえ、今日一6匹の塊です。わ。でちょっと網くり終わってから冷蔵庫入れようと思ったんですけど、魚が来てるんでさっき冷蔵庫持ってきて冷蔵庫ちょっと増やします。あー腰痛。じゃあ後ろに行ってこちらの冷蔵庫前に持っていきます。これで氷入れて、ほんでまた水、ほんでサーラ輸送してそっち入れときます。僕の短い足じゃマタ軍がやっとだぜ。あーよし続行。あとちょっと、一気に来たら外しにくい。はい、じゃあ残りも少なくなってきました。あとちょっとです。ラス位置かなこれが。おお、まだ来た。来たんですけれども、ちょっともう灯台が引っかかってきたので先上げます。で灯台かけて、あ、親父終わった。放送が入った。終わって入っとくわって。で終わったらね、あの一応終わって入っとくっていうことによってみんなの終わったも分かるし、安全確認みたいな昔からのやつですね。まだ来てる。最後の最後まですごいな。うわわ、最後の最後にまた3連ちゃんだ。腰痛い。はあ、疲れがどっときたね。よし、これで網くりも終了。よいよいよい。ほんまこれ200来たらすっごいしんどいからね。当たり前だけど、で数が多いとやっぱ嬉しいは嬉しいんですけど、量で数が多くて疲れて、でその後市場の準備がね、その多い分だけまたしんどいので、相乗効果でしんどくなるんですよ。大量の気持ちもありつつ、今から帰ってこれを箱に立って運ばなあかんのかってなるとねっていうのもありますけど、まあ大量なんで良かったです。はい、じゃあ最後に船洗っていきます。ほんで、あの下げたガッチャーのを上げて、ほんでくくる。よいしょ。はい、じゃあこれで漁が終了しました。帰るだけですね。取れた漁が、まず冷蔵庫1ついっぱいです。40ぐらいかな。で2個目の冷蔵庫がだいたい今20ぐらい、というわけで全部で60ぐらい取れました。これで疲れるとは思ってなかったけど、今回結構疲れましたね。なんか帰ります。はい、じゃあ帰ってきました。今現在11時ですね、夜ので、今から加工センター分のやつ、3.6 から 4.8 キロ分けて、で残りは高松の方に持っていきたいと思います。じゃあ先に向こうでもう仕分けしてくれてるので参加していきましょう。大きいかも。んまい。で加工センターの方に持っていく分を全部積み込んでいきます。で今年は 3.6 から 4.8 でちょっとねサイズ大きくしました。やっぱその方がうまいんでね。じゃあ僕の方のサーラも計量していきます。とりあえずサーラ全部出します。はい、で全部でこれだけのサーラが取れました。じゃあこれを測っていっていきます。はい、でサーラを置いて、これ 3.99 なんでこれ OK ですね。でこれ 4.74 なんでこれはアウトです。こうやって分けていきます。はい、で高松行く分はパーチかけていきます。これ運ぶのが地味に大変なんですよね。まあダイエットにはいいけど、
それでこれ5箱ぐらいいっぺんに測ってそれをメモして親父のですね仕入れさせていただきます。で僕はちょっとメモ担当で 47.5 はい OK です。でこれもね一番の相場より、いい値段で買わせていただきます。しっかり処理してくれてる。で氷もしっかりしておきます。で保冷に毛布をかけて、で最後にこの緑カバーをかけて、これで完璧ですね。これを加工センター持っていきます。で12時とりあえず今日の業務は終了です。明日は5時起きです。去年に比べたら全然楽ですね本当に。はい、おはようございます。朝になったんで加工センターの方に早速持っていきたいと思います。しっかりね保冷もできてます。じゃあ行こう。はい、というわけで今年もやってきました新鮮市場木村水産加工センターですね。木下さん今年もよろしくお願いします。今年もこちらこそよろしくお願いします。まあもう3年目なんでねパッと加工を見ていきましょう。じゃあお願いします。はい。お氷もしっかり残ってよく冷えてそうですね。魚の量を重さを測ってやっていきます。はい。で測れたら氷の中に入れていきます。はい、これでラストです。よいしょ。だいたい500キロダンベ結構いっぱいになりましたね。はい、じゃあいつものようにガン来まして、でいつものように髪の毛とか髪質とか取ります。で前室で、きれいに前室ですね前期きれいにします。で40秒間しっかり手を洗って、で殺菌水で足も殺菌して、でこちらのエアシャワーでゴミを飛ばします。そしたら加工場の方、はい、お願いします。じゃあ皆さん続々と準備してくれてますね。手際がいいです。でサーラを運んでいきます。じゃあでまずこちらの人が頭を落としていくようですね。お腹を取っていく。できれいな卵を取って、さあ切っていいですか。お願いします。はい、もう久々に魚切りてるんで、うん、はいよ。うわ失敗したな。ちょっと失敗したな。恥ずかしいけどもう一本切ろうか。僕より上手こっちが どうでしたか。60点で去年は50点ぐらい減ったんですかね。アップ
OK。 そしたら焼いていきます。塩を振ってドーン。いいよ。サラも綺麗ですね。白めっちゃ綺麗。うまそう。大きいですね。身が。セクハラか。え？セクハラですか？なんで？じゃあ木下さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。お客の皆さんもありがとうございます。じゃあこの後は食べ方を見ていきましょう。はい、というわけで帰ってきました。まあ実際には数日経ってるんですけど、で今年はですね、こちら2つの商品、去年はハーフサイズのがあったんですけど、今年は2つともでかいです。ただ見た目は一緒なんですが、中身がですね、こちら、この変なおじさんが乗った紙を外すとこんな感じでパカリ、2つの商品ができました。で1つがこちら、お変なおじさん入りの紙を捨てちゃってください。去年と同じで卵、今年の卵マジででかいから、これだけで普通に1000円超えます。それからまた巨大な白子ですね。これもめちゃくちゃ美味しい。で味ポンと1匹のだいたい半分分が入ってます。で1つのサイズがこんな感じなので、これもまたかなりの迫力です。これは去年と同じサワラセットですね。これ届いたら本当にびっくりするぐらいでかいから。でもう一方がこちらです。でまあこの中一応見るとこんな感じでサワラの森の食べ方と、あとまあ海苔の宣伝が入ってます。で去年はハーフサイズでこれ2本が入ってるやつを作ったんですけど、やっぱりねあれ見ちゃうと迫力に欠けるので、ちょっとね単価を上げさせていただいて、代わりになんですけれども、こちらの超厚切りででっかく切った味噌漬けですね。僕の自家製の配合となってて、ちょっと醤油が入っててめちゃくちゃうまいです。であとやっぱ分厚く切ることによって保水性が高まって、よりしっとりとした味わいになります。はい、じゃあ早速こちらの2種の食べ方、もちろんサワラの森も含めて紹介していきたいと思います。じゃあまず急速冷凍していくので解凍していきます。解凍の仕方はですね、これをこのまま野菜室それから冷蔵庫の中に入れて1日放置してもいいんですけど、やっぱしっかり解凍できてないと半氷だとね余計水っぽくなるんで、その場合はですね、こちらの容器からこの中身を取り出しちゃって、でこの中に水を入れてください。湯だった。食べる分だけのサワラをつけて、ほんま氷水がいいですけどね。で蓋をします。ほんで冷蔵庫の中で1日置いておきます。これの方がしっかりと解凍できると思います。でこれで明日まで待って明日さばきたいと思います。でさっきちょっと大きさ言い忘れたんですけど、こっちはねあの2分の1匹分、こっちがこれが2個入って8分の1匹分ですね。はい、というわけで明日になりました。僕はもう完全に2日目です。昨日は給料日だったんでついつい飲みついちゃいましたね。今日も飲んでいきましょう。今日は大風なんで沖にはちょっと残念ながら行けないです。行きたかったんですが。はい、というわけで1日経って開けてみるとこんな感じですね。しっかりと中まで解凍できてます。はい、じゃあ袋から全部取り出して、で身、味噌漬け、白子と卵を開封して、で味噌漬けは味噌がついて焦げやすいので洗います。で軽く味噌を取ります。しっかり中まで染み込んでるので大丈夫で、水気をしっかり取ってトースターなりグリルなりで焼いておきます。でプリプリの白子は一口大に切って、で沸騰しているの火を止めて、で白子を放り込みます。急速冷凍してるんでアニサキスは絶対大丈夫。はい、でこちらの見事な魚卵、今年の魚卵はでかいです。これも3等分ぐらいにして、で煮付けにしておきます。
はい、じゃあ次はサラです。これ2分の1匹分のそのサラに半分です。骨もしっかり取ってくれてるので大丈夫。ボッツで半分に切って刺身を切り分けて、はい、でお皿に盛って、で香ばしさを出すために一旦炙ります。ほんま切る前に炙っとくんですけど忘れときました。で袋から開けた時に脱水をね、皆さんキッチンペーパーでしっかりやってください。そしたらファイヤー。はい、じゃあ次にしそ、にんにく、みょうがをみじん切りにして、でネギを用意してください。でネギは絶対このシャキシャキするタイプのちょっと太めをご用意ください。これ全然違うから。さあ周りをご覧ください。お客さんがいらっしゃいます。頑張りましょう。それじゃあミュージックスタート。デュ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 、やーめっちゃこぼれた周り。まあ僕も周りきれいにしてるんで全然大丈夫です。でネギを広げて、でサラが見えなくなるぐらいになって盛りですね。でここにしそ、にんにくで、最後にみょうがを散らせば、そしてこれにポン酢をかけたら3年目サワラの盛りの完成です。めちゃくちゃうまそうで、ほとんどのサワラは見えません。で2分の1の商品を全部さばくと、身だけでこれだけの量があります。めっちゃ大量で、次は丼ですね。米ついで、でつけておいた漬けを並べて、で真ん中に卵黄で、わさびとごまを散らせば、はい、こちら浜湯サワラのたたき丼完成です。それからサワラの味噌漬けに、サワラの卵の煮付けで、白子ポン酢の完成です。はい、それじゃあ小鳥。はい、というわけで今年も完成しました浜湯サワラの定食ですね。サワラの盛りにうまそうな丼、卵の煮付けに味噌漬け、それから白子ポン酢です。それじゃあお茶げよう、始めようか。はい、それではいただきます。というわけでゴールデンタイム。それじゃあ皆さんもビール片手に乾杯。うめえ。じゃあ最初にサワラの盛りですね。サワラを救出して、でも大量のネギを乗せてネギごといただきます。いや、サワラの盛りはね、本当にネギを食べるのがもうメインみたいな感じですから、絶対シャキシャキネギ、うますぎる。これこれ本当にね、ネギ、シソ、ニンニク、生姜の盛りっていうコンテンツがマジでうまい。おいしい。はい、じゃあ次海鮮丼ですね。みんな大好き卵を割って、でご飯と一緒にいただきます。漬け丼もうまそう。うん、甘辛く使ったタレに、ほんとこのわさびのツンとした感じと卵がまろやかに相まって、うん、言いたいことわからないけどうまい。で卵の煮付けですね。うまそう、このしっかりね絡まった卵、めちゃくちゃこれ酒に合う。この卵一つ一つにね、甘辛いタレが馴染んで、これはどう言ったらいいかな、この量だけでもう大満足できるぐらいうまい。そして味噌漬け、これもうまそう。うわ、うまっ。味噌にちょっと醤油入れてるんでコクがあって、甘すぎないけど、このサワラのホロホロとした身にしっかりと味噌の味が染み込んで、これご飯欲しなる。で最後に白子ポン酢ですね。うわ、食べた瞬間にね、ポン酢の酸っぱさとこの白子のクリーミーさが交わって、これはもう日本酒の熱感が痛くなるな。時期はちょっと違うけど、やっぱ白子ポン酢に熱感やな。いや1年ぶりに食べたけど、サワラの森、瓶ビールが欲しいな。おまけに漬け丼、寿司もええけど、やっぱ丼の方がうまいな。うん、柚子入れとるからいい香り。でこの今年からの味噌漬けもね、ほんまこれ朝飯出てきたら最高ですよ。おお、決まる。ほんまにビールに合います。それじゃあ、あとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。結構な風の中のサワラ漁に、それから加工、そして僕の今年も3回目となる商品ですね。で今年はですね、卵と白子入りの2分の1 1匹サイズと8分の1匹サイズプラス味噌漬けの商品ができました。概要欄からありますので、皆さん今年も良ければよろしくお願いいたします。もうほんまにね、後悔はさせません。僕はまずいもんはまずいと言いますけど、やっぱ今年もうまかった。僕が白子の仕入れをちょっと入れすぎて、ちょっと白子のトロッと
さがなくなってたのはご愛嬌でございます。それじゃあ本日もありがとうございました。またお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。